ひらで震えた。それが小さな勇気になっていたんだ。絵文字は苦手だった。だけど君からだったらワクワクしちゃう。返事はすぐにしちゃダメだって。誰かに聞いたことあるけど、駆け引きなんてできないの。好きなのよ、ああああああ。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。星の夜願い込めて、チェリー指先で送る君へのメッセージ。桜が咲いている、この部屋から見えてる景色を全部。今君が感じた世界と10秒取り替えてもらうより、ほんの一行でも構わないんだ。君からの言葉が欲しいんだ。嘘でも信じ続けられるの。